さんも同じ年ですから、はい、同い年なんですね、はい、まあ、そのところは、まあ、松川さんお父さんの僕らは近衛先生と、まあ、立ち回りやっていただいてたんですけど、はい、そのうちに松川さんが主役をやるようになって、はい、それからずっと、まあ、遠山の金さんまでずっとやらせていただいて、こうやって、まあ、そういうテレビもなくなって松川さんとこの間 再会でこの段階でやらせていただきまして、はいはい、お互いにみんな年取ったなって言って二人で話しながら、はい、まあ、考えた2人77歳ですが140歳で、まあ、2人で140歳なるほど、はい、まあ、まだ頑張れるかって言って笑いながら、はい、お互いに久しぶりに猪木さんも、まあ、立ち回りということで、まあ、僕らも、はい、みんなちょうどですね三田知事会の面々も、はい、久しぶりの立ち回りだったので、はいはい、まあ、現場は結構雰囲気よくやっていて、そうですね、はいはい、松川さんとはもう何十回何百回と、まあ、そうですよ、何十年でしょうね、そうですね、はい、もう50年近く、はいはい、同じ東映でやりましたが、まあ、松川さんの間ね、いろいろ東京とか云々とかありましたけど、はい、まあ、それから僕らがやった16歳の時からもずっと一緒で、はい、はい、こうやらせていただいたり、ね、ただ時代がちょっと少なくなってね、はい、現代劇云々と、まあ、それは初めは立ち回りでしたけど、まあ、準備で猪木さんに打たれたりとか、はい、そういうところで薬剤になりましたけど、いろんな作品をね、はい、あのとても70のお二人に、まあ、見えなかったですよね皆さんね、あれ別に早回しもしてないんですよ、あのスローモーションでもないですけども、普通にあのまんまのスピードなのでものすごい縦が早いんですよね。であれやっぱりこう二人のあうんの呼吸といいますか、なんかそういったものがやっぱりあるんでしょうかね。そうですね、はい、まあ、立ち回りというのはタイミングというのがありまして、またお互いに主役と蹴られ役というのがやっぱり心が通じてないとなかなか合わんというのもありますし、はい、まあ、それは何より猪木さんとは長くやってるんで、お互いにそのあれも分かってますし、はい、だからそういう意味ではものすごく楽でしたけど、ね、なるほど、逆にいつもの感じだったという感じですね、はいはい、まあ、そのままでしたけど、はい、あの、まあ、松川さんの言葉だと、もう僕は一人で1000回以上あの福本さんを知ってるんじゃないかと言ってましたけども、それはオーバーですよ、オーバーですよね、はい、まあ、お父さんと2人合わせて、お父さんはそうですか、なるほど、いや、オーバーじゃないですよ。あの逆にその歴史の話になりますけども、はい、今まで福本さんが切られた本体というか、はい、いろんな方いらっしゃいますよね、その中でこう一番こう、まあ、印象に残ってるというか、この方はすごかったとか、いや、この人は厳しかったなみたいな、いや、とにかく僕が入った時からね、はい、立ち回りできなかった、できるまでになるようにはやっぱり主役とそういう立ち回りをさせてもらうようになるのはやっぱり何十年かかったわけですけど、はい、まあ、そういう中でいろいろな、やっぱり僕らが一番良かったのはやっぱりそういう切る方も、はい、スターさんがいっぱいいまして、切られる方も僕ら見た釣り会のやっぱり先輩がいっぱいいましたし、はい、そういう方ともやっぱり切られ方、切り方を見て僕ら育って、やっぱり主役すごいなと、やっぱりその中で一番僕はすごかったと思ったのは、好きだったっていうんですけど、はい、みんなすごかったんですけど、よろずやさんがものすごく好きで、よろずや、はい、好きですね、まあ、あとはそう、やっぱりそう、はい、ですかね、ヤクザの立ち回り、やっぱり侍の立ち回りとコロッとこう変えられるんで、はい、やっぱりそれはすごいなと、やっぱり普通の方はやっぱり僕でもそうなんですけど、癖が全部あって、はい、その癖がどうしても出るんですけど、よろずやさんはその癖をっちの取っ払って、その主人公になりすましたやっぱ立ち回りをなさるんで、だからそういう面ではあの仕方を僕は尊敬してまして、なるほど、はい、すごいなと思ってました。なるほどですね。